研修の定位と評価実践会の皆さん、ラーメンの関根です。今回、あの <laughs> とてもいいご質問、ご質問というか、まあ,あの、いただいたコメントを含めてですね、なんで、まあ、定位を測定するのか、なぜ今回我々は SCM、サクセスケースメソッド、まあ、簡易版を使って定位を測定していくのか、そこについて、ちょっとこう、皆さんとこう共通認識ができたらなということで、ちょっと動画で説明させていただきます。まず、なぜ定位を測定するのか、 これはですね、転移。まあ、これは現場で実践してくださってる。研修で学んだことを現場で実践してくださってる。とするならば、転移していれば成果につながる可能性が高まるから。ということで、転移を測定する理由とおきたいんですね。なぜ転移を測定するのかと言われたら、いやいや、転移していれば成果につながる可能性が高まるからですよ、と。と答えていく。 じゃあ、なんで改めてこれを <laughs> ご説明しているのかといいますと、あの、いただいたコメント、ご質問の中で、えー、トレーニングと売上トレーニングの売上に対する貢献度という言葉がありまして、まあ、研修と成果の関係性ということだと思うんですね。で、そこを踏まえてちょっと見ていきますと、これは、まあ、主導権の中原先生の前書いた絵で、私これ好きなんであの、よく使ってるんですけれども、あの右側に利益がありますねと。 で、利益という成果を出していく。まあ、今回で言うと、まあ、売上げにおいてもいいかもしれないですね。えー、売上げという成果に対して何が必要なのか。まず、市場環境がありますよね、と。その、まあ、自社とえお客様があって、まあ、競合いろいろある中で、その市場環境、どういう、まあ、ここでいうとこの経営機であったり、競合他社の状況だったりとか。まず、お客様を置かれた状況がありますよね、と。我々も置かれた状況がありますと。そこに対して、戦略。 その市場の中でもおそらく絞り込んで、こういう方々のお客様になっていただきたいということで、戦略を立てて、動いていくかと思うんですよね。で、私はランチェスター系が好きなので、あのランチェスター系の武田洋一先生ですと、まあ、戦略とは、ストラテジアということで、将軍の術、あるいは憔悴の術と言われていて、将軍が頭の中で考えていることなので、目に見えないものが戦略であると。 まあ今の企業のおっかいは経営陣が考えている、まあ、社長であったりまあ経営陣と言いましょうかね。その戦略があって、それは頭の中で考えていることだから見えにくいですよね。見えないですよね。で、それが戦術。戦術になるとタクティコースということで、まあ兵士の術と言われるんですけれども、目に見えるもの、いわゆる行動が戦術になるわけですね。市場環境があって、そこに対する戦略。 経営陣が頭の中で考えて目に見えないものなんですけれども、その目に見えるものとして具体化して、戦術として行っていくのが授業の方々の行動ですよで。その行動に影響を及ぼすのが、まあ、研修ですよねっていう考え方ですよね。つまりこういう市場環境に対してこういう戦略でうちの会社をやっていきたいと。そのためにみんなにはこういう行動をとってほしいんだよと。こういう戦術で動いてほしいんだよということを研修で伝えて、自殺ができるようになるようにトレーニングをして、 まあ現場、あるいはお客様先に送り出すってことだと思うんですよね。となったときに、この研修っていうのは、いきなり成果にはつながらないわけですよ。研修やったからって売り上げ上がるのか。じゃあ、教室で研修受けてました。受けてて、受けまくってたら、自分の売上数字上がってました。ってことはないですよね。<laughs> あの研修受けて、そこで学んだことで、お客様先に行って行動して、成果につながる。つまり、研修は行動をついて、 通じて成果に影響を及ぼすわけですよ。で、私もまあずっと営業バタの人間なので、まあ営業で言うと、あのいわゆるセールスプロセス、まあ4段階、5段階あって、言い方ね、それぞれ違いますけれども、アプローチ、ヒアリング、プレゼンテーション、クロージングとかあるわけじゃないですか。そしたら、まあ研修の中でアプローチっていうのはこういう感じなんだよと警戒心が高いお客様に対してはこういう行動を取ってほしいんだよと。で、ヒアリングではこういう情報を集めてほしいから、こういう質問をしてほしいんだよとか、こういう傾聴、 あの、話聞いてほしいんだっていう行動を、まあ、研修で学んで、で、実際それを、まあ、現場で実践する。実践する先はお客様先であったりとか、まあ、時には先輩が同行してくれたりとか。でね、研修やってすぐできるようになるかってうと、やっぱ難しくて、自分なりに経験を重ねていって、まあ、先輩にやってみせてもらったり、あるいはこちら見て教わったりとか、あるいは、まあ、事務所に戻って、まあ、上司が指導を受けたりとか。 まあそのあたりだと OJT になってきますけれども、研修で学んだこういう行動を取ってほしいと、市場に対して戦略に基づいてこういう行動を戦術でやっててほしいと、それを研修で学んでやっていって、それはいわゆる成果につながる行動ですよね。という流れがありますよね。研修は行動を通じて成果に及ぼす。およびこの行動というのは前提として成果につながる行動であると。 成果につながらない行動を取られても困っちゃいますよね <laughs> あの。こうやったらうまくいきますよってことを多分研修で伝えている中で、いや、これやっても多分うまくいかないなとか、これやっても意味ないよねってことは多分研修ではお伝えになってらっしゃらないと思うんですよ。ですから研修でお伝えになってらっしゃるのは、こういう行動を取ってくれれば売り上げが上がるんだよっていう成果につながる行動だと思うんですよね。といったときに、その成果。 これ、縦軸と横軸とありますけれども、縦軸は我々研修、まあ、実施者のコントロールの度合いが、まあ、上に行けば右側高くて、下に行くほど低いと。で、横軸は評価の複雑性、独立変数の数ってことなんですけども、影響する要因がたくさんあるのが右側、あんましないのが左側ってことなわけですよ。で、これちょっと細かく話し出すと長くなっちゃうので、あの絞って言いますと、この成果っていう売上げに影響を及ぼす要因、独立変数の 数って多いですよねで。さっきの市場環境、お客様の置かれた状況とか、あるいは競合の働きかけとか、あるいは自社の働きかけ。で、その時は担当者の頑張りもあれば、上司の指導もあったりとか、まあ、いろんなあの変数、影響する要因がありますよねと。で、それを単純に、いやいやいや、この担当者が、ね、売り上,上げ上げたのは、この研修のおかげなんですよ。とは言いづらいですし、それもおこがましいじゃないですか。で、ね、その研修はあくまでこういう行動、 取ると成果につながりますよって、成果につながる行動をお伝えして、実際それを支援するってことかと思いますのであの、なかなかこの成果までは約束できないわけですよ。で研修やって成果が出るとは正直言えない。でも、行動までは約束しましょうよと。こういう行動を取れば成果につながるはずであると。だからこそ研修ではそういう行動を皆さんに学んでもらっている。だから現場に行ったらそういう行動を実践してほしいんですよと。 まあそれがこっち我、ね、我々の言葉で言うと、転移ってことですよね。研修で学んだことを現場で実践する。転移してくれるならば、それは成果につながる可能性が高まる。まあ、成果まで約束できないでてきちゃったんだったら、まあ、コまで約束するって言ったつならば、どうやってその現場での行動を促していくのかが転移の促進ですし、じゃあ、そういう行動まで約束しますよって言っちゃったんだったら、じゃあ本当にやってくれてるのかっていうのを確認しましょうと。 それが転移の測定であるとで。測定した結果をもとに評価を行うということなんですけども、今回、この転移測定に絞っていいますと、転移してるんだったらば成果につながる、まあ、100%つながるば言いづらいので転、成果につながる可能性が高まる。だから、転移したかどうかを測っていきましょうと。じゃあ、なぜ転移を測定するのかと聞かれたら、転移してれば成果につながる可能性が高まるからですよと。 で成果につながる行動っていうのを我々研修でお伝えしてるわけですから、その研修で学んだことを現場で実践してくれる、現場で実践してる、つまり転移してるんだったらば、成果につながりますぞと。生きたいかがでしょうか <laughs> ということですね。<laughs> あの、えー、トレーニングの売上に対する貢献度って言ったときに、トレーニングから売上という直接効果はないので、トレーニング、行動、売上っていう成果、その流れの中で我々は行動が果たしてなされたのかどうかを 測定していきましょうよ。とていうのは今回の研修の定移と評価実践会。まずやっていきたいことですかね。はい。ということで、あのー、まず皆さんとはちょっと第一回会合の前にこういった形の動画で、なぜ定移を測定するのかってことについて、こう、皆さんと共通認識を持ってたらなってことでご説明させていただきましたが、まだよくわからないとか、ここ、ここどういうことみたいなのありましたらですよ。ぜひね、教えていただけたらと思います。それだ